俺もやる。ここからは俺がメインで行く。バックアップ頼むよ、オビト。行くぞ。オビト、リンは無事なのか？それが、リンは現実にかかっておってんだ。だからまず俺たちを倒さないといけなくちゃ。状況は単純だろう。もらった。しかしこのままゼニマスと人手不足みてえだな。おい、てめえらみたいなガキを戦場に送ってくるなんて正気じゃねえぜ。子供であろうと実力があれば実戦に投入されるのは忍びとして当然だ。鍛錬システムがあんたの里とは雲泥の差ってことだよ。いちいちムカつくな、てめえは。はっ、よし、もらった。やっ、やっ、はっ、ふん、ふん、ここは俺が、はっ、ふん、やっ、やっ、やっ、はっ、ふん、任せろ。せーの、おっと。ガキが相手だからといって気を抜くな。ちょっと油断しただけだ。とはいえこいつら本当にただのガキじゃねえな。ここは俺だ。タッ、やっ、ハッ、テア、ドン、ボンバキューの術、忍法、シャレ、迷彩隠れの術、ハッ、よし、ハッ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 、ここは俺が、蹴りつけてやるぜ。任せろ。このガキやっぱ手ごわいな。大丈夫だ、この程度。オビト！じゃあな。ここで！くそ。ココシ、おい、大丈夫か？お前、目が。まだ死んだわけじゃない。それよりも気を抜くなよ、オビト。かえってこの状況は使える。俺が二人をやる。俺はいつも口先だけでみんなに助けてもらってばっかだけど、あの言葉だけは口先だけにしたくないんだ。死ね。その目は、オビト、お前、シャリンガンを。ここは仲間は俺が守る。おいおい、マジかよ。やるぞ、オビト。ああ、油断はしない。体積をやる力を持ってやがるからな。前に相手の動きが見える。これがシャリンガンの力なのか。ガキが調子に乗るじゃねえ。合格。はっ、そわっ。何なんだこいつ、さっきまでとは全然違うじゃねえか。生きて帰れると思うなよ。気に食わねえな。目障りなんだよ、ガキども。ガトンシダンシューの術、はっ、シダンシュー、はっ、それ、は
っとはっそれそれ了解はっしのよし行くぞはっ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 よし相手はガキだ経験の浅い奴らには必ずに来たぞ、リン。もう大丈夫だ。人質を救って油断したか。気緩めんのが少し早いんじゃねえの、この葉のガキども。ドトン岩宿崩し。やばい、みんな出口へ走れ。大丈夫か、リン、カカシ、オビト！クソ！やめろ、いいんだ、カカシ。俺はもうダメみたいだ。オビト！いや、そんな、どうして？俺が初めからお前の言う通りに一緒にリンを助けに来てたらこんなことにはならなかったんだ。何が隊長だ、何が上人だ。そういや忘れてたぜ、俺お前に上人祝いのプレゼントやってなかったな、カカシ。何がいいかずっと考えてたんだ。でよ、今思いついた。何？安心しろ。役に立たない余計なもんじゃない。この俺のシャリンガンをやるからよ。里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な上人だ。それが俺の気持ちだ。
受け取ってくれ。俺はもう死ぬけど、お前の目になってこれから先を見てやるからよ。凛を連れて早く離れろ。まだ敵の援軍が来る。オビト、でも。いいから行け。凛、ドトン、熱の転生。早く捕まれ。オビト！カカシのやつとせっかく仲良くなれたのに。凛には結局告白できなかったな。みんなともっと一緒にいたかったな。オビト。凛を頼めて。ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう、ちくしょう。やるぞ。俺は死んだのか。気がついたみたいだね。先生、どうして。この区内の樹式は俺が時空間忍術で飛び回るための目印なんだよ。じゃあ敵は。俺が全員倒したよ。凛は、凛はどこなんです。間に合わなくてすまなかった、カカシ。話は全部凛から聞いたよ。第三次忍海大戦、その長きにわたる戦いは名もなき多くの忍びたちの犠牲によって終結した。そして同時に名だたる英雄たち、語り継がれる伝説を残したカンナビ教の戦い。その日、木ノ葉隠れに二人のシャリンガンを持つ英雄が生まれた。一人はその名を慰霊碑に刻み、一人は後にシャリンガンのカカシと呼ばれ、他国にまでその有名を轟かせるのである。しかし時代の波はその英雄譚すらも非常の現実へと転戦させる。争いも苦悩も憎しみも途絶えることなく未だ続いている。